2023明治安田生命 J1 リーグ第22節名古屋グランパス対アルビレックス新潟の一戦をお送りします。では両チームのメンバーと予想フォーメーションです。ホーム名古屋です。キーパーランゲラック、最終ラインは藤井、中谷、川面、変更はありません。今日は右ワイド予想で野上、左は森下、センターに内田と稲垣、泉がシャドウの位置に入ります。マテウスの穴を埋めるものと期待されています。前線には11ゴールのキャスパー・ユンカー。一方アウェーアルビレックス新潟のメンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパーはグランパスのアカデミー出身の小島、最終ライン藤原、トーマス、デン、渡辺、そして左新井は札幌戦で退場しましたので出場停止。今日は田上、中盤のセンターコート、秋山は先発5試合ぶり、2列目松田、水戸、小見、そして鈴木浩二が入ります。予想フォーメーション 4-2-3-1 です。中盤内田がバランスを取ります。稲垣が前、サポートに内田、野上、稲垣ボールキープ、藤井がサポートに行きます。うまくスペースへ運んだ泉、いいよ、先制名古屋グランパス。トップ下起用泉がまず仕事をしました。今の7番の入り方うまかったですね。うまかったですね。スペースの作り方もそうですし、ファーストタッチでスペースにグッと出てきましたから、はい、ここねセンターバックのトーマスで引っ張ってんですよ。稲垣が少し中央のバランス崩れてんですよね。でコントロールしていいコンディションであれば迷うことなくねすぐ変えられるはずですからね、はい、ミドルシュートに行きます。まあ、ちょっとシュート打たされたような感じですね今ね。まあ、それでユンカー長井を2トップ、はい、こんな考え方もできるわけですね。そんな考え方なのかなという感じがしますけど、はい、間で受けて秋山入れ替わりました。前に込みワイド、タガミ、秋山持つ、ミドルレンジから込み、流してタガミ、この間でちょうど1人余る形になりました。秋山ここうまく入れ替わりましたからね。中谷のところですけど ねうまく入れ替わって、オンフィールドレビュー VAR 松尾、主審山本雄大が映像をチェックします。呼ばれます。イエローカード、まあ、どこかでワンタッチあるいはドリブル突破、そう、その通りですね。今おっしゃった通りワンタッチの意識は非常に高く持ってますから、はい、十分ねうまくそこが精度高くつながればフィニッシュまではいけるのかなという感じはしますけど、アイデアは非常にいいと思いますね。では藤原行く、飛びファールです、まあ、中に込みが絡んでいきまして中央突破をトライしました新潟、侵入しましたけどやっぱり人数多いですからねゴール前はね、まあ、その分田上が今込みの横まで上がってきました。中谷は後ろの選手に指示を出しながら今コミのところまで行きます。高い手取り、ユンカー狙っていた、いやーこれが新潟からしますと非常に怖い、触ってました小島、小島よく触りましたねまあかなり厳しいところのチャレンジでしたからね、自分で作ったピンチを自分で防いだような形になりましたけどよく触りましたよ。これアイデア面白かったですけどね。前田直樹が出てきました。グランパス、うわファールです。 PK ですか、お中でのファール、米本が
粘り強くいったことでねファウルもらいましたね。新潟サイドは外じゃないですかと主審山本のところに抗議に行きました。いやー読んでいた、完全に読んでいた小島。前線の2人をそのまま変えます。188センチあります。コンサドーレ札幌から加入をしました中島。おお、前田がアピールはしてます。ここをうまく競り勝ってデンの背後、そうですね、前田シンプルな攻撃ですけど、うん、柔らかいボール胸コントロールで星が絡んできます。中に高木義明、鈴木浩司、小見が受ける、半身打ちに行く、これもシュートブロック、拾ってトーマス・デン。ポゼッションで上回りながらなかなかゴールに近づけない今日の新潟。渡辺は間につけて出ていきます。中で鈴木浩二、高木、小見が手を挙げている。堀米、おっと、サイド藤原、当たったボール、おー、リフレクションしました。サイドバックの藤原のフィニッシュ、ちょっと距離ありましたけどね。名古屋前線ちょっとねこういう時間帯に追加点取られて負けてますから、はい、集中したいですよね。新潟生かしたいですね。ファーサイドへランゲラック、試合終了。1点を守りきりましたグランパス。国立競技場でのホームゲーム3ポイント獲得です。